最近ですね、話題のオープンワールド RPG が発売されたり、大好きなゲームのアップデートがあったりと、いろいろなゲームやりまくっていたんですが、その結果、ついに体を壊してしまいました。ただの依存症じゃん。ゲームしてたら、めまいとひどい頭痛に襲われて、本当に死ぬかと思いましたよ。皆さんにも、ゲームのやりすぎには注意して、ちゃんと睡眠をとることをお勧めします。そんなバカな体の壊し方、ゆかりちゃん以外、誰もしませんよ。それでですね、ルイ子も頑張ってお守り集めをした結果、こんな感じになりました。カンストしてるじゃん。まあ、これだけ集めても、引き継げるのはおのおの50枚のみなんですけど、せっかくなのでカンストさせました。生きる上で全く必要ないことに、どうやったらここまで一生懸命になれるのか、ほんと疑問ですよ。しかしですね、このカンストしたお守り、現金に換算すると、結構良い値段になるんですよ。ルイ子のお守り、金なら5枚で虹に交換できて、その他は10枚でワンランク上のお守りに交換できるんです。つまり、実質120枚ほど、虹のお守りを所有していることになります。そしてこちらをご覧ください。有料のダウンロードコンテンツで、コントレイルとデアリングタクトが660円で購入できます。どちらもゲーム内では、虹のお守りを1つ消費して購入することができますので、虹のお守りは、実質1枚330円ほどの価値があるということです。つまり、お守りカンスト招待は、実に39,600円の価値があるのです。そんなことを言ったって、虹のお守り120枚を39,600円も出して買う人なんていませんよ。それでこのお守り、難易度イージーをオート機能で進めて集めたんですが、道中いろいろありました。国内、海外の優勝カップのコンプリートはもちろん、既存関係以外は、賞状も全部獲得しましたし、ご覧の通り、いろいろな洋服誕生のイベントも発生しました。まあ、結局オート進行していたので、イベント自体は見れてないんですけどね。見てないのかよ。ということで、セカンドシーズンの準備も着々と進んできたわけですが、さらにこちらも購入しました。ミスターシービーとコーテールドルフ購入券セットです。これで準備万端です。ゆかりちゃん、自分が無職だってこと、絶対に意識してないよね。それでですね、このシンボリルドルフなんですが、とんでもなく強かったので、ちょっとレースを見てみましょう。下、残り 200m、後続を完全に引き離した。2番手はアップザジレンマ、後続は大きく離れた。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はアップザジレンマ。下、残り 200m を通過して、これは完全にちぎれた。2番手はテーブルリプライ、これは強い。シンボリルドルフ、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は残り 200m、 シンボリルドルフ先頭だ。2番手はスリッピークラウン、とてつもない強さ。シンボリルドルフ今ゴールイン、段違いの強さです。残り 200m を通過して、束を一気にちぎります。2番手はテレプロプター、シンボリルドルフ今ゴールイン、段違いの強さです。残り 200m、 後続はまだ後ろ。シンボリルドルフ先頭です。このまま押し切るか。2番手はリカードレム、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はリカードレム、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。シンボリルドルフ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。海外洋服購入のイベントを発生させるために、海外の G1 を出走させたのですが、思いのほか無双してくれました。すごいでしょ。別にゆかりちゃんがすごいんじゃなくて、ルドルフちゃんがすごいんですよ。とにかくこれでセカンドシーズンの準備は整いました。ゲーム難易度は海外 G1 を勝つためにとりあえずイージーにしましたが、変更できる年にまた改めてどうするか考えましょう。セカンドシーズンも頑張りましょうね。では今回はここまでです。それじゃあまたねー。